すごいよね。見渡す限りケールみたいな。工藤飛鳥が長野県のケール農家へ。出会いはサンバっていうサンバ。ケールではないですか。これですよね。サンバで培った情熱あふれる農業経営。おお、雪。さらに夏でも雪が積もる巨大施設も。農業始めちゃいました。26日水曜夜10時。